南海萩の茶屋駅から徒歩2分のところに立ち飲みホルモンおもにというお店があります。お、スンドゥブを食べよう。本当になんかいい人で、ラーメンとかつまずみとか、手びちね、とんどんもあるんですね。スンドゥブが来ました。これ400円なんですけど、すごい美味しそう。持ちやすいですよ。いやでも匂いもいいし、多分美味しいと思いますね。思ったほどむちゃくちゃ辛くないが、辛さが喉を刺しました。ご主人は韓国のプサンの方で、愛想のいい方です。美味しいです。